こんにちは、獣医のジ村です。今回のテーマはですね、ワンちゃんが嫌がる音3選について説明したいと思います。まあ,あの人間でもですね、怖いその嫌がるを怖いですね、嫌いな音ってあると思うんですよね。例えば深夜にその隣の家とかですね、こう壁越しにドン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 とか叩かれたら。 あのアパートとか住んで,ま住んでてねあの僕が昔あの学生の頃だ獣医の学生だった頃はやっぱり壁が薄い隣の家との、ね、壁が薄い部屋に住んでたので結構あの隣の家がこう飲み会とかしてたりとかするとドドドドドド,ドンとかってなんか叩いて遊んだりとかしてる人いましたけどもやっぱ結構怖いですよね深夜の3時とかでもう自分の部屋真っ暗にして寝ててそんな音だったら結構怖いですよね。 あとはあの例えば2階にアパートでも2階に住んでいる人だったら、深夜の3時ぐらいにコン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 。あのどん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 ドーンってこう？パタバタ、バタバタパバタ,バタ,バタってこう？階段でね。登ってくるような音聞こえてで、しかもなんか明らかに自分のところに近づいてくるような音がしたら結構怖いですよね。そういうのって結構嫌いだと思うんですよ。あとはね、あの例えばガラスをキーで引くような音とかも嫌いだと思いますし、黒板とかね。キーっていう。 あの感高い音もも嫌いだと思うんですけどもあのやっぱりワンちゃんなんかはですね人間よりもその耳聴覚がいいのでやっぱりねその僕たちが感じる音よりももっとあのこうねあのいろんな音が聞こえますし強く聞こえる可能性もありますんで、まあ、嫌な音っていうのはあるはずなんですよね。で今回はですねその嫌いであろう嫌いな可能性高い音3つをね あのご紹介したいいと思いますあのやっぱ個体差もワンちゃんによってあるので、まあ、全てのワンちゃんが当てはまるとは限りませんけどもあの例えば何かの音を聞いてね例えばワンちゃんがこう調子悪くなったりとかなんか下痢したりとかねそういうことがあったらもしかしたらこの音だったのかなとかっていう類推にあるとそのね下痢の治療とかねおう吐の治療とかあるいは転換を起こすやっぱり緊張とか興奮によってねあの不安によってっ転換を起こすこともあるんで。 そういうい原因を除去すすることにもつながりますんででできたら最後まで、ね、聞いてもらえたらたなと思いますで、えー、まず1つ目のワンちゃんが嫌がる音1つ目なんですけどもその雷とかね花火の音これはもう結構定番だとは思うんですけどもやっぱ花火のポーンパパパパパパ,パーンみたいな音とかねあ,のああいう音は結構ヒューパーンみたいなああいうのは結構ワンちゃんは嫌いですね。 あなんかそれ破裂音っていうんですかねそういう音は結構ワンちゃんは嫌いですあと雷のねゴロ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 って言ってバーンみたいな音は結構あの嫌いですねこういうもう結局そういう音って結構どこから鳴ってるかも分からないですしでワンちゃんなんかもねそれで例えば不安になってワン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 吠えてもあの花,火花火大会が終わるまで終わらないですしね雷も雷が去るまでは。 なりますのでねやっぱり結構不安予期せぬ音で結構不安が普段聞こえない音ですし結構不安があるワンちゃんが多いなと思いますそういうねあの音聞いた後にやっぱりワンちゃんがね調子悪く下痢したりとかなんかねあの倒れたりとかするようだったらやっぱりそういう音嫌いなのでね、まあ、なかなか避けられないんですけどねこれに関してはそれから2つ目としてはですねやっぱ甲高い音は僕たちも嫌いですけどワンちゃんも結構嫌いですね やっぱり金属をね、キーって音とかあの女性がするキャーっていう声とかは結構あの,嫌いです、ね、あのしかも僕たちが聞こえるその高い音の範囲よりもっと高い音聞こえるのでワンちゃんはなのでこう僕たちが全然感じない音でもワンちゃんが急に不安がっているときはもしかしたら僕たちが聞こえないぐらい甲高い音かもしれないですね。 最近なんかではあの僕も40代も後半になってしまいましたけども僕たちその40代後半の人は聞こえないけど20代の、まあ、若者だったら聞こえるような音があってでそういう人たちがそのコンビニの前でたむろしてるからといってあの僕たち40代の人は聞こえないけど20代とか10代の人は聞こえる音を鳴らして嫌な音を鳴らして。 で40代の人はコンビニにいられるけどそういうたむろ深夜にたむろしてる人は帰ってしまうような音を出してるコンビニさんはあるらしいです実際そういう音を家族みんなで子供と一緒に聞いたんですけど僕は全く聞こえませんでしたけど子供たちは嫌な音だなって言ってたんで本当にそんんなな音ああるんだっって思った記憶がありますそれから最後3つ目なんですけども3つ目は、えー、いきなり出る大,大きな音これは別にその音だけじゃなくていきなり出る音っていうのは そのワンちゃゃんだけじゃなくあの音だけじゃなくてあのいきなりパッと動かれたりとかも怖いですから音だけじゃないですけどいきなり音が例えばなんか金属がバーンと落ちたとか,なんかいきなりプルルルって電話鳴ったりとか結構電話鳴ると吠えるワンちゃんいますよね。原因の一つはやっぱりりいきなり鳴るからですねしかも電話だといきなりプルルルって鳴って、ね、ワンちゃんが不安があって吠えるワン,ワンワンワンって吠えるでもその電話の音は鳴りやみますよね。なのので結構電話の音が てて不安で初めての時は吠えました吠えたら電話のなベルが鳴りやみましたこれ吠えたら収まるなと思って結構電話の音で吠え癖になるワンちゃんもいるんで要注意ですねあのスマホで鳴ってるんだったらもしかしてあれだったらこうねあの音を変えるとかね、まあ、してみてもいいかもしれないですけどもね、まあ、いきなり鳴る音はとにかくワンちゃん嫌いなんでなかなか難しいですけどね、まあ、最後まとめますとワンちゃんが嫌いな音3選としてはですね 1>, 1つ目は雷とか花火の、まあ、大きなパーンとかねゴロゴロロっていう音2つ目は甲高い音ですねキャーっていう音は結構嫌いですしかな、まあ、金属音とかねキーって音も嫌いなのでそれから3つ目は突然鳴るね大きな音が嫌いですねいきなり金属が落ちてねパーンって鳴ったりとかいきなり電話が鳴ったりとかいきなり毛も嫌いなんで、まあ、もしそういう音が鳴った後にワンちゃん調子下痢したりとかねなんか転火起こすとかだったらまあ そういうのが原因なんだなと思って改善できる場合は改善するということを心がけてみてはいかがでしょうか以上解説終わりますこの動画良かったよって方はですねあのいいねボタンお願いしますあとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは失礼します